横山大輔が3月16日に全国公開されるディズニー・ピクサー映画リメンバー・ミーの吹き替え版キャストに決定した。リメンバー・ミーはミュージシャンを夢見る少年、ミゲルがカラフルな死者の国に迷い込み、その国で出会った骸骨ヘクターとの冒険を繰り広げる作品。大輔オ兄さんは今作で音楽の道に進みたい。主人公・ミゲルに理解を示しながらも、 代々続く靴職人の家業を受け継いでほしいと願う父親を演じる。ディズニー担当者は今回のオファーについて横山さん自身が日頃から音楽と家族の絆を大切にしているということでオファーをしましたとコメント。大輔お兄さんは今作の出演に関して小さい頃からディズニー作品が大好きでいつか関わることができたらいいなと言い続けてきたので決まってから楽しみで しょうがなかったです。と喜びを語っている。